お姉様もよろしく。なあのたむしろ立たなくてもいいんですよ。もっと 楽な感じで。私もこちらの方から話があって、豊田さんの話も聞いていたんですけど、うん、最初はあの学会にいた方っていうのを話聞いてたんですね、うん、で辞められたって聞いてて、うん、あじゃあ辞められた人の話はちょっと聞くのは信じられないなみたいな最初は思ってたんですけど、うん、当然思いますよ。それであのそれから1年も経ってないんですけど、うん、なんか YouTube の話が出て、うん、うちはその YouTube は見れなかったんですね、うん、で、引っ越してからあの娘がそのあれなんていうの携帯でなくてその取り付けば、あ、そうです、そう、うん、そういうのちょっとそれを飛行って言い出して、うん、そんなんお金かかるじゃんねって。でうちの娘はまだちょっと引きこもりがちょっと続いてて、うん、引くのってで引いてそれから、まあ、そのお金は私が出すんですけど、それからあの YouTube を見始めて、うん、もう1日でだいたい1時間2時間は必ず、今でもそうです、ずっと見てます。あ、そう、ちょっとおかしいんちゃう？だってその人に話しするとか、うん、あのこうだよって話しするときにあの何のあれもないんです。学会の話しかできないんです。なるほど、だから仕入れないとね。そうです、うん、なるほど。だから昨日もそのいとこも今なんかいろいろあって話してたんですけど、うん、あの閉じたまんましてたって、ごめん、あの実は閉じたまんましてたんだって、であのそう言ってたんですね、うん、でも最初は座れないって言ったから、あの座れないで済ましてると、うん、だんだんね、あのもう座らないになってしまうから、うん、あのダメだよって話をしてたんですよね、うんうん、だけどもあのどういう願い方すればいいとか、うでそういう話をしたりとか、うだからその私が話すことが豊田さんからのあの話をこういうしかないんですよ。仕入れ先がないですよ、ね、なるほど。だからそのためにはやっぱり毎日自分を見て、うん、自分で勉強して、うん、で自分であこれは自分の大事だし話するのも大事だなっていうのをみんなこれに書いてる。それでここを見て電話かかってくる、これもさっちゃん見てでこういうのとかでそういうふうにして、うん、今のとこはそうですかね、うん、あとチラシを配りながらとか、まあ一番根本はあのご承認のね、あのご説法なりご法話が、まあ、全ての根本なわけですよ、現代の我々の信仰していくにはね。だからあの何らかの形で、定期購読した方がいいですよ。大白法っていうその新聞とかね、あるいはもうちょっとそのいろんなところのお話を載ってるのは大日蓮っていうあの小冊子が300円くらいであります。それから妙教っていうのは仏教のもうちょっとこう広い話の中であの分かりやすい説話とか、あの一般人にも話せるそういう仕入れ元としてはね、妙教っていうちょっとこう大判のねのがあって、だから大白法とその大日蓮と妙教があれば、まあ本当はそこを根本に置いてほしいんだよね。僕は大体そういうとこ読んでその内容から分かりやすくしゃべってるわけだから、その一番大元を見ちゃった方が早いわけ、その間違いないし、どうしても僕一回通すとそこに若干のねあの主観が入っちゃうから、だからそういうこと全然知らなくて、ああじゃあさ、いい機会だからあのうちの妙想寺の書務とかそういうのは分かります？分かります。あ、本当。そしたら
庶務に連絡入れてもらって、でその定期購読したいんですけどって言えば、あの段取り取ってくれますよ。うん。で、あの公費っていうのがあって、あのこの間聞いたら公費を納めてくださった方には、なんか妙想寺のその庶務っていうか公の方から毎月何かこう封筒に書類が入っていろんなものを送ってくれるんですって。そのまあまあ本陣妙想寺で今こういうことやってますよとか、今月のご住職のご説法はこういう原稿でしたよとか、まあそれとか、まあそんなような内容のね。なので、あの別に強制じゃないんだけど、その合わせてじゃあ公費も払ってそれもらえ、そのそういう書類もらえますかっていうのと、それとまあそれとは別にその書籍の定期購読したいんですけどって言えば、それはもうあのまずそこが大事かもしれないね。今そういう一生懸命、今日はご求めている方は、でその上で僕の YouTube 見ると、その王道正道がちゃんとはっきり分かった上での応用編として、あこういうふうに言ってんだなっていう構図がするので、だからまずは一番肝心な正確なこう大元を学ぶ、でそれを現実に着服するにあたっての具体例として応用編としては使えると思うんですよ、僕の YouTube もね。そんな風に一つよろしくお願いします。じゃあ